皆さんこんにちは、なるほどてんです。今日もピコピコメーカー EX ワイドですね、遊んでいきたいと思います。さあ、私が作ったステージですね、なるほどくんからの挑戦状第2弾3弾1の3 行ってみましょう。こちら私1回クリアしたんですけど、結構今回難しめに作っております。あまり難しいと私がクリアできないということで、何個かですね、少し簡単に優しくしたんですけど。さあ、ではデータ送信して、こちら説明文ですね、今見ていただいている動画の説明文に、こちらのステージのリンクをですねお貼りしてますので、そちらから皆さん飛んでいってぜひ遊んでみてください。さあ、私もちょっと遊んでみたいと思います。自分で作っててクリアできなかったですからね、もうずっとで、クリアちょっと待ってくださいね、結構難しいので、最短のクリアの仕方ですよね。ざっと最短でやられてますけど、こうして、ちょっと待ってくださいね、この上ブロック難しいんですよね。で、こうしてこうして、青と、あ、手がかじかんでるんですかね、寒くて、あ、震えてる手が、こうやってこういってこういってこっち行ってこういって、うりゃーっと飛んできましたね。これ最初ここで落ちちゃった。まあ、こんな感じで、ですね、多分あの真ん中まで行ければ簡単なんですけど、当たっちゃった。ワープアップの仕方、今見ていただいたら分かりますけど、こういってこういって、左から行って右からですよね。危ない、あ、やられちゃった。で、本当はもうちょっと難しくしてたんですけど、あまりにも難しすぎて、本当に私が全くクリアできなくなっちゃって。さあ、ここまで来ましたらこんな感じですか。オッケーです。で、ここで、あ、危ない。あ、やめて。わ。あ、これで一段落。ここまで来ればもう、ある程度大丈夫ですので、ちょっと嘘です。すいません。あ、危ない。オッケーです。これクリアですね。あ、よかった。クリアできました。2分ぐらいでクリアできましたね。で、ちょっと、早く行くのは難しいという方は、ですね、まずあの赤い敵さんをですね、倒していただいて、右の上に乗っていただいたら倒せますので、私倒せないんですけど、なかなか。で、ここで戻ってこうすれば倒せますので、で、倒していただいた方が難易度が格段とですね、下がりますので、ちょっと待ってくださいね。タイミングが難しい。右の方はまあ倒さなくてもいいですけど、まあ倒さない方がいいですかね。ビョーンって言っていただいて、あーっていう風な感じですね。遊んでいただければ、クリアできますので、多分この2パターンぐらいですかね。あとは真ん中のところで、どうやってクリアされるかですかね。楽しいですので、ぜひ皆さん遊んでみてください。ではですね、今回の動画以上になります。他にもゲーム実況ですね、たくさんお出ししてますので、よかったらご覧くださいませ。ではご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。